どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日も、私のね、壮行会から動画見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、スーサイドですね。まあ、スーサイドってちょっとね、怖い、ネーミングで、まあ、自殺とかね、まあ、そんなような感じの意味なんですけども、要するに、ヒーローたちを、最後までね、生かすことも考えないで、序盤でやられてしまうんだけども、その後の主力に向けた、なんていうかな、布石にする。まあ、そんなようなね、戦術のことをスーサイドっていう風な言い方を、してます。多分一般的にみんな呼んでるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけども。で、今回はそういう戦術を見ていきますね。クイヒーとかとは全然違って、序盤にもうヒーローたちが、すぐにやられます。まあ、グランドモーテンはね、最後まで残ると思うんですけども、これまず見てもらいたいのは、チスさんがね、攻めてくれたこのアタックです。どんなプランニングになってるかと、まあ、言いますと、この辺っていうのを、ギガテスラも含めてヒーローパートで壊していって、ドラゴンたちをね、ガガッとこう回していく。まあ、そんなような、大雑把に言うと戦術になってます。で、ドラゴンたちのね、特徴として、相手の防衛援軍だったりとか、あとはアーチャークイーンとか、そういうのをね、全然苦にしません。もうそのまんま投げ倒していってくれますんで、まあ、唯一怖いのは、まあ、対空砲ですかね。対空砲をどう処理するかっていうのが結構、まあ、ポイントになってくると思うんですけども、ルートさえしっかり、組んであげれば、まあ、どうでしょうね。まあ、私がここまで言うのちょっとあれかもしれませんが、全ユニット中ね、かなり、高い1、2を争うぐらいで安定した、攻撃につながる。そんなね、結構安定感抜群のユニットっていうふうにね、私は考えています。で、今ね、クイーでもないな、バーバリアンキングとアーチャークイーンで、この辺、きっちりと壊してましたね。相手のギガテスラと対空砲とか、この辺をこう壊していって、まあ、こんなところを潰してます。完全にね、こう潰れてますね。で、さらにベビドラでこうカットして、まあ、こんなような感じの形にしてますね。そこを一気にドラゴンたちを流していくと。で、今回ね、チタさん、ルートをしっかりドラゴンのために作っているわけではないんですね。中央にドラゴンが入ってから、あとはドラゴンが扇状にこう、チリジリになっていってます。で、チリジリになっていった時に、やっぱ火力が足んなくなっちゃうんで、そこで、フローの呪文を入れましたね。まあ、これは結構ね、特殊だと思います。スーサイドで、黒の呪文を入れるパターンってそんなに別に多くはないと思うんですね。本来というか、まあ、理想的な形であれば、まあ、こんな風に最初序盤を潰してね、ドラゴンたちをこうガガッと流すようなルートを作る。まあ、そんなようなパターンっていうのが理想的だと思うんですけども、まあ、今回そこまでね、ヒーローパートで、しっかりルート作りができなかったんで、ここをね、ここというか、中心部に入った時に、ユニットの火力不足にならないように、クローンの呪文を使って、ユニットを増やして、一気にね、叩き落っていたというところになりますね。まあ、相手の、どうでしょうね、まあ、防衛力がそんな高くなかったとはいえ、しっかりね、ベビトラとか、まあ、バルーンとか残して、まあ、当然ね、この辺ドラゴンたちもいっぱい残っての全開ですからね、まあ、結構レベルが高いなっていうふうに思いますよね。で、このスーサイドをする上で非常に重要なポイントがあります。それは、これですね。援軍を釣らないことですね。今回はドラゴンラッシュ系なんで、援軍釣っちゃってもまあ構わないんですけども、ホグライダーとかラパパルーンを回す場合には、このスーサイド、要はヒーローパートによって、援軍釣っちゃうことには本当に注意をしなければいけません。これがね、できない場所では、スーサイドの展開は基本やんない方がいいと思いますね。で、例えば今回もそうなんですけども、ラバハウンドが出てきますよね。ラバが釣れる前に、このギガテスラを壊さないと、今回のプラン的には成功にならないんですよね。なんで、ギリギリここ、援軍を釣らないところで、こうね、ギガテスラを処理していって、で、その後にまあ釣ってしまうんですけども、釣ってしまったところではもう別にヒーローパールの仕事はほとんど終わっているので、あとはもう OK、ドラゴンを発進させようと。そういうような感じの考え方になってますね。で、まあ、今回の、格好でいくと、まあ、他の戦術も当然ね、あったと思うんですけども、まあ、スーサイドで行った時に、このドラゴンたちをホグにするか、バルーンにするか、あとまあ、ドラゴンにするか、まあ、良いところではあると思うんですね。まあ、ただ、ドラゴンにした理由は、明らかに、相手の防衛援軍だったりとか、あと、インテルタワーがたくさん残っちゃってることとか、
とアーチャー V が残っていること、まあ、この辺を考慮すると、まあ、スーサイドの後出すパートっていうのはドラゴンかないしはまあディガーぐらいしかなかったのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、中央に入った時にこうクローンで増やすことによって中央を一気に破壊する、まあ、これができるので、まあ、ドラゴンっていうかね空パートでやっていこう、で空でやっていく上で相手のアーチャー V も処理できるじゃドラゴンにしよう、まあ、そんなようなね思考で、こういう格好の編成になったのかなっていうふうに、まあ私は考察しています。まあ必ずしもね、スーサイドが使えなきゃ、突破できない、ですよっていうようなことはないんですけども、スーサイドパートってね、クイヒーとかと違って、割かし、不確定要素を実は含まないんですね。しっかり予定通りやれば、予定通りの結果が出るのがスーサイドパート、まあ、要はヒーローパートなんですよ。なんで、あんまり冒険をしたくないよっていう方は、なんか難しそうに見えるかもしれないですけど、逆にね、こういう戦術っていうのを、身につけてしまうっていう手も、まあ、あるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。では次、見てみましょう。次こちらハッシさんのアタックですね、見ていきたいと思います。これは、スーサイドホグっていう格好になってます。どんな形の攻めかというと、ここの部分っていうのをきっちりと、ヒーローパートでこうね壊していきます。壊していってホグをガラッとこう回していくっていうような感じになってます、まあ、すごい雑な言い方をするそうなんですけども、まあ、今のね壁開けもうまいですね。しっかりバーバヤンキングとアイスゴーレムでターゲットを抑えたところで壁を開けて、で、中にはきっちりアーチャークイーンを流していく。今このね、3G4G 方面にいるウィザーと、こいつがいい仕事をしてますね。と、まあ、バーバリアンキングがここからね、外に回ってきてしまったのは、まあ、ちょっと、私もびっくりしたんですけども、なんでだよというふうに思ったんですが、まあ、別に結果的には回ってしまってもよかったのかもしれないですね。大砲も1個大負けで破壊できましたね。これ結構でかいと思いますね。で、一気にホグライダーを展開していきます。2次3次方面、1次2次方面かな、から一気に展開していって、でさらにここで、このね、アチャットに対してもホグライダーを当てていきますね。ホグライダーが釣れないように、真ん中のね、今いるこの、クラン上あたりに集まるように狙ってますね。ただ、ここでホグライダーがこう、分かれて散り散りになるんですね。そこでね、うまいポイントなんですよ。一つあるのは、今、ホグライダーが全体にわって散った瞬間がありましたよね。もう一回ね、見てもらいたいんですけども、僕がここと、ここに割ってこう散った瞬間、この瞬間に、トームを使ってるんですね。このトームがね、すごくいいタイミングというか、むしろ、トームを使うタイミングは多分ここしかないですね。ぜひぜひ、覚えておいてほしいんですが、まあ、ラバルを回すにしても、ドラゴンをするにしても、リガーを使うにしても、ホグを使うにしても、なんでもそうなんですけど、トームを使う場所って、相手のすごい体力が集中している場所、ないしは一撃でまあやられちゃう、ああいうね、ギガテスラの爆破ダメージ、それ以外でいくと、今言ったような、ユニットたちが、散り散りになっちゃう直前なんですね。当然、散り散りになったユニットって、普通にね、防衛施設を壊すだけだったら、まあ3体ぐらいいれば1個の施設は壊せるんだけどね。まあ6秒、5秒ぐらいで。だけど、壊す前に収集捕獲だってやられちゃって、で、目の前の施設も壊せないまま、どんどん数を減らされていく。まあ、要は、自利品ですよね。こういう風になってしまいがちなんですけども、そうさせないのが、今の、散り散りになる直前のトームなんですね。あれをやると、散ってしまったユニットが、まあ、数秒間無敵になりますから、その間に目の前の施設を破壊して、また、一緒にこう、自然と集合してくるんですね。で、その点でヒールを使ってあげると、全然ユニットが延命すると。いうことができるんですね。これがやっぱりね、このハシさんの、ホグラッシュの、一個ね、私が感じたすごくうまいポイントですね。壁焼きうまいですね。しっかりとターゲットを集めて、このビートのターゲットも当たらないところで、ウォールブレーカーの壁焼きやってますね。で、このウィザードでしっかりこの金庫とかポンプをね、処理していって、で、そのまんまアーチャークイーンは中に入っていくことを描いてます。で、ここですね。援軍はあえて釣っていませんね。援軍を釣ってしまうと、アーチャークイーンが、これ確か秘書権だな。秘書権だと思うので、中に入っているのが、ラバだって分かってるんですね。そうすると、まあ、ラバを釣ってしまうと、アーチャークイーンの動きが止められちゃいますんで、それをやらないように、しっかりと、援軍を釣れないギリギリの範囲でね、こう動きをかけてます。まあ、ギガテスラを壊してしまったこのタイミング以降は釣っても、まあ、構わないんでしょうけど、
まあ、結果的には釣れなかったことが良かったのかなっていうふうに思うんですね。で、見ていくのはここです。コグが今ここで集まってますよね。ヒールをかけて、ヒールで回復しながら前進していって、散る瞬間、ここですね。一気に今、トームかけたのが分かりましたよね。で、散ってしまったコグたちが、固まりになりかけたところで、ヒールの呪文をさらに追加しかけてます。お見事ですね。分かりますかね。今、ヒールがここと、ここにかかってますよね。散ってしまったコグが、こういう風に戻ってきて、集まったところで、ヒールを使っていくという格好ですね。あ、ごめんなさい。さらに、今これ、5万を使って、ホグライトたちがね、九十方面に流れないように、しっかり施設のカットもやってますね。まあ、こうすることによって、ホグたちの集団が乱れずに、まあ、そのペピドラが1体残ってるんですけども、こいつを無視してでも41体いたホグがね、最後まで施設を破壊しきるという、まあ、恐ろしいゴリ押しの攻めになってますね。まあ、ゴリ押しといっても、やっぱりね、随所に光るそういう小技があるからゴリ押せるんであって、まあ、そこら辺の小技を逆に言うと、見つければ同じような攻めができるということですね。さて、ではね、最後行ってみましょうか。最後はこちらのね、アタック、今度は援軍を処理するパターンのね、スーサイドを見てみたいと思います。まあ、スーサイドと言いながら、今回は少しアイゴリを混ぜたりね、いろいろしてるんですけども、大雑把なプランニングは、ここをヒーローですね。で、ここをボマーです。で、ここから一気にラバルですね。まあ、こんなような感じの、展開になっています。で、今回の、相手の配信にはどうしてもね、ここで援軍が釣れちゃいます。なので、アイスゴーレムを持っていて、さらにボーラーを混ぜることで、援軍の処理をしながら、こうね、ギガテスラ、相手のアーチャーティーを潰すような格好にしますね。しかも相手のドラゴンが出てくるんで、今回は援軍を処理しておかないと、ちょっともうどうしようもないことになっちゃいますね。なので、しっかりとここで援軍を処理してからラバルを回すという展開にしてます。まあ、今回の相手ね、壁の配置がすごくわかりやすいですね。大きな大小の仕掛けが4つ並んでるような配置になってるんで、今言ったこの3ギガの格好をヒーローでしっかり破壊して、で、さらに、6ギガのね、四角形の中をゴマで破壊すれば、もう見えてくるのは少し大きめですけども、こういうラインが見えてきますよね。こう一気にペイストで突破していくっていう格好なんですが、前の動画でもちょっと話しましたけどね、しっかり止めるべきは、エアスイーパーなんですね。今エアスイーパーをしっかりフリーズで止めてます。で、さらに、マルチインフェルノとか、そういう複数攻撃してくる施設、これに対して、しっかりね、今も、ペイストもそうですけども、アプローチをかけて、で、対空を止めるんじゃないんですね。ウィズトを止めるんですね。まあ、ジンベイさん、かなりね、うまいプレイヤーの方です。クランさんかなっていう、クランにいらっしゃって、この方はね、結構有言実行でバンバン全開取ってくるスーパープレイヤーなんですけども、まあ、今回のね、アタックでもそういう呪文の使い方、どこでね、そのメリハリをつけるかっていうのをよく考えて、実行されているのが、私も、すごい参考になりました。まあ、どうしてもね、まあ、素人目には、対空砲をめがけて、なるべくバルーンを早くに進めて、ラバーの延命をっていうふうに考えちゃうんですけど、そうじゃないんですよね。ラバーの延命を、すいません。ごめんなさい。ラバーの延命をね、するところっていうのは、確かにまあ、いろんなね、アシャ島とか、対空砲もそうですけど、攻撃が全部、バルーンに集中したら、それはそれでバルーン死んじゃうんですけど、それよりもやっぱりバルーンが束になった時に怖いのは、ウィズ島とか、あとは、マルチ IT ですよね。こういうのを、なるべくね、早めにバルーンで壊してしまって、そうなってくると、単発攻撃施設がまあちょっと残っているぐらいだったら、まあそんなに怖くないんで、いうような格好でね、その呪文のメリハリをつける。まあその辺っていうのもね、こういうまあスーサイドパートとは少し違いますけども、ジンベスのアタックから見て取れた、私の気づきでした。はい。というところでね、本日はスーサイドに、焦点を当ててて、動画を撮っていきました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。